当院入学して、まあ、1年生から私は使ってもらった時期があったんですけど、でも結構当院は我慢強く守って走ってっていうスタイルなんで、途中ら辺から試合出れなくなったこともあったんですけど、自分の中で改善できた部分があったので、やっぱ自分も成長できたし、当院のスタイルに徐々に合っていったんじゃないかなっていうふうに思います。去年の1年通してリーグ戦で試合を通してボールを奪ったりとか、相手より走ってチームの勝利に貢献するっていう部分ができてきてたので、まあ、去年のリーグ戦が自信が一番ついたかなと思います。ボランチやっててボール奪う部分を結構チームにそれで貢献できてた部分が多かったんですけど、やっぱ得点を求められるし、まあ、守備の部分を求められる中で、監督が求めてるプレーほどはできてないんじゃないかなっていうふうに思います。点を取るっていうところをずっと監督に求められているので、最後パスで終わるんじゃなくて、やっぱ自分で点を決めて勝たせれる選手にならないといけないなっていうふうに思います。結構練習からもシュートは意識してるんですけど、パス出しちゃったりっていう部分が多いので、もっと貪欲にボールを狙っていかないといけないなっていうふうに思ってます。攻撃の部分だったら、中盤からボールを持ち出すプレーだったり、ラストパスっていうのを持ち味にしてて、周辺だったら運動量を生かしたボール出しっていうのを持ち味としてます。技術的な部分も、まあもちろん絶対負けないっていう、そういう気持ちが高校の頃よりは強くなったし、そういうところをやっぱ持ち味にこれからもやっていきたいなというふうに思います。最初結構うまくいかないこともあって、まあ、途中でチームとしてやっぱ戦う部分だったりとか、そういう部分を見つめ直して勝つことができて、いい流れで来れてたんですけど、まあ、また最近チーム的に苦しい、まあ、勝てない試合が多くてやっぱ苦しんでいるので、ここからまた4年生中心にやっていかないといけないなと思います。全国大会はまだ決まってないので、まあ、まず残りのリーグ戦全勝して全国大会決めて、年こそは優勝できるように頑張りたいと思います。将来は日本のプロサッカーを代表するような選手になりたいというふうに思ってます。こういうふうにキリンさんが自分たちにたくさんの支援をしてくださって、本当にありがたいというふうに思ってます。結構飲みやすくて美味しかったです。